ずっと投げさせてもらえて、まあいいところと悪いところを見れたかなと思います。で最後になんていうんですか、そのジャパンにもアンダー23にも選ばれて、そういう投げさせてもらえていい経験になったかなと思います。そうですね、最初やっぱ緊張したというか、やっぱすごいいろんなレベルの高いピッチャーの中投げさせてもらえるかなっていう不安というのはありました、あったんですけど、しっかり投げさせてもらえて、やっぱそうですね、いい経験になりました。体というか、本当に23歳以下なのっていう感じの体型の人いっぱいいました。やっぱ手も長いんで、まあ、振ってこない当たらんやろっていうそのボール球でもやっぱ当ててくる人、パワーはやっぱ日本にはいないかなって、すごいパワーの持ち主を思います。去年よりまっすぐの質が落ちて、まっすぐで三振取れないって感じたんで、今年はそのまっすぐを、はい、鍛え上げたいなと思います。だけど目標はそうですね、防御率をもう1位取りたいですね。ファームで防御率が取って、まあ、そういうピッチングしてたら呼ばれるんで、絶対そこでまたバッチリです。はい。